言葉ではっきりそう言っているわけではないけどもあなたのことを好きそんなことを態度で示すときというのはあるんです、えー、今日は男性が、ね、好きな女性の前だから無意識のうちにやってしまう行動を、えー、4つご紹介していきたいと思います、えー、あなたの大切な彼がこの4つ、えー、全てやっているようであればね、えー、あなたのことを好きと思っていただいてもいいのではないでしょうか是非最後まで確認してみてください こんにちは、小川健児です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事など、あなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにも、チャンネル登録をよろしくお願いします。また、僕への個別具体的なご質問、ご相談については、僕の個別セッションまでお越しください。 男性が女性に対して、ね、示す行動というのは女性からしてみるとよくわからないことが多いと思うんです。えー、言っっててるるこことと、ね、やってることやが違う ひょっとしてこのの人サイコパスなのかか頭おかしいんちゃうかなっていうふうにね、まあ、場合によってはね、思うことがあるかもしれない。まあ、男性はね男性で女性の、えー、お気持ちというか、えー、心の日々がね、よくわからないことが、えー、多い。まあ、ここはもう男性女性の違いなんでね、えーまあ、なかなかこう難しい問題ではあるんだけども、えーまあ、そういうねこう男性と女性の違いがこう恋愛にね、えー、どういう影響を及ぼすかなんて話は最近も差し上げたんでね、まあ、こちらの動画、えー、とここにリンク先が出てるんでね、まあ、こちらを見ていただければ あんまり、ねまあ、そういうこう細かくややこい話をしなくても、まあ、男の人はこういう時って、ね、こういうことするよねというお話を、ね、ご紹介していこうと思うんです。まあ、言葉に示さなくても、ねまあ、本人が意識せずとも、まあ、やっぱり好きな女の前では、ね、こういうことするよと。 えーいうお話もちろん、えー、個別具体的に言えばね、まあ、細かく見ていけばそれぞれ違いもあるんでしょう、えー、じゃああなたの場合はどうなんだとあなたと彼の関係についてはね、えー、これは当てはまるのかどうなのかっていう問題についてはまたね僕の個別のセッションの方にお越しいただければ、まあ、こちらでね、えー、あなたの状況環境をお伺いさせていただきながら具体的なねじゃあ問題解決の方法を一緒に考えたり、えー、問題解決の取り組みをしていくことができるので、えー、詳しい説明欄説明のページはこちらに出てますから、まあ、こちらの方からね、えー、ご確認いただいてお申し込みいただ いいいければのかなと思いますがこ、まあ、ここではまあお,およそ、ね、4つ、まあこの4つに限らないのかもしれないんだけども、まあ、こういうことをやっているときはあなたのこと好きよとでそれをえ信じても大丈夫じゃないのというお話をね、えー、ご紹介していこうと思います。まあ、4つあるのでね、えー、まあなたと彼との関係、えー、今のね 関係なんかを少し思い出していただきながらあどうかななんていうことを考えていただいて、まあ、4つ当てはまってるようだったらね、まあ、それはもうあと信じて言われてても話していいよと、えー、いうことだと思いますそのための1番目はねこちらです、はいえー、あなたのことを、えー、心配する、えー、気遣うということですね、まあ、心配や気遣い えーまあ、心配や気遣いっていうのはどこまでの問題かっていう問題はあるんだが、えーまあ、基本的にはね、あなたとのやりとりの中で、やっぱりまあ体のこと、えー、心のこと、またね、えー、いろんなこう状況のことをちゃんとね、あなたのことをどれぐらい気にかけてるかどうか、心配してくれてるかどうかっていう話ですよね。 まあなんでしょう仕事大丈夫とかね。まあメンタル疲れてないとかね。まあなんか力になれることあるみたいな話が、やっぱり彼の言葉の中からね。やっぱりちょいちょい出てくるようであれば、それはあなたのこと好きよ。あの、もちろん、お友達関係とかね。まあ会社の同僚、仲間、そういうところで、え、人と人との関係で、 常識としてね、当たり前の範囲の中で、えー、人を心配したり気遣ったりすることっていうのはありますよ。それは誰だってね。ただ、やっぱり自分にとって大事な存在だからこそ、いつも話の中心がね、やっぱりこう、あなたを気遣う言葉であったりとか、えー、あなたをね、こう、心配するようなキーワードがやっぱり全体的に多かったりすることってあるじゃないですか。で、そういう時ってあなた分かりますよね。あ、この人私のこと気遣ってくれてんなとかね、やっぱり私のことを心配してくれてんなっていう時っていうのは、やっぱりなんでそうなのかって、いや、それはおめえのことが好きだからだっていう話なんでね。 やっぱり好きじゃなければ、そういうふうに心配したりもね、気づかったりもしないから、えー、そこは、えー、信じて言われてもいいのかなと思います。えー、一方でね、やっぱり大事なものは傷つけたくない。だから心配するっていうのもあるんだけど、もう一つはね、やっぱり失いたくないっていうのもあるんでね。えー、まあ彼にとっては大事だから、えー、他の男はね、こう近寄ってきてるんじゃないかとか、他の男と遊びに行ってるんちゃうかなとか、 えーまあ、ひょっとしてね自分のこと嫌いになってるんじゃないかなというような失うことに対する不安や心配というのも、まあ、男性もねやっぱり感じることがあるので、まあ、そういうことがないようにやっぱり心配して「大丈夫変な虫ついてない」「お前が一番変な虫だ」っていうね問題もあるんだけど、えーまあ、他の、ね、男がくっついてないかとか、えー、なんかねこうちゃんと自分の方に気持ち向いてくれてるかどうかっていうことも含めて、えーまあなたと彼とのやり取りの中でやっぱりあなたを気遣う話あなたを心配する話っていうのがやっぱりこう話題の中心 にある時ってのは彼はね本当にあなたのこと大事に思ってるんです、えー、ただそれは動向超えてね束縛お前ね何時何分何秒どこにいたんだとかね えー、誰といたんだみたいな話とか、えー、支配束縛という話になってくると、まあ話はちょっとまた別の話になってくるんですが、そこまで行かずともね、やっぱりこうあなたのことを心配してくれてる人というのは、やっぱりあなたのことを好きだし、大事に思ってくれてるわけだから、まあそれにはね、まあ乗っかっていいんじゃないのと、えー、いうふうに考えていただいてもいいと思います。もちろんその心配や気遣いというものの頻度っていう問題もあるんでね、頻度は、 まあできればあなたにしてみればね、まあ頻繁にそういうふうにいしいなっていうのはあるんでしょうけど、えー、まあ男性はね、なかなかそういう連絡を取ってあんまりしなかったりとか、あんまりね、こう悪意なく、えー、心の中では思ってますね。心の中では思ってるんだけど、そういうことを言う機会を作ろうとしなかったりする。だけども、やっぱりね、あなたとのやりとりの中で、ね、それが頻度があなたの期待通りじゃなかったとしても数少ない。 機会だったとしてもね、その中でやっぱりあなたに対する、えー、気遣いや、えー、心配が多いようであるならばね。 え、比率としてね、多いようなのであるならば、あなたのことを、まあ、大事に思ったりし好きですよ、という話。だから、頻度はちょっと、でも、それにしても少ないのは、果たしてどうなのと。そもそもね、この人なんか、えー、何考えてるか、ようわからんわ、みたいな時っていうのはね、まあ、この辺のことをちょっとね、えー、見ていただくと、まあ、男の心理というか、まあ、男はね、な、え、ん、ー、でこうあんまり連絡してこないかなんていうことなんかもよく分かったりするので、えー、こちらの動画ね、えー、で、こちらにリンク先が出てますから、別に、あの、合わない機会が、えー、合わ,わない機会が多いとか、えー会わ 会う機会が少ないからあなたのこと好きとか嫌いってもあんまり関係ないのでね会ってる時に、えー、あなたに対してその気遣いとかが、えー、できてる男性はあなたのこと好きですよという話ですさあそして2番目に行きましょう2番目はこちらですね はいえー、とさりげない自慢を、ね、してくる男性というのはあなたのことを好きです。さりげない自慢というのは、まあ、仕事のことでも、ねまあ、趣味のことでもそうだし、まあ、何かしらあなたに対してちょっとしたこうマウンティングをしてくるというか、まあ、俺すげえみたいなね、えー、俺かっけえみたいなことを、まあ、やってくる男性というのは、まあ、ちょっと女性からしてみるとうっとしいなとかね、まあ、小さいなこういつこんなことで自慢しやがってとっていうふうに 思うかもしれないけども、やっぱりそれ好きな女性に対してね、やっぱりこうやることっていうのは何でかっていうと、 ね。やっぱりこう、俺はこういう力がありますよって。だから俺はお前のことを守ることができるんだよって。俺は、えー、お前をね、大切にすることができるんだっていう、やっぱり力の個人の一つなんですよね。えー、だからこそ、あなたに対してちょっとね、こう自慢して、俺強い、俺ちゃんとわかってる強いこと、俺、守る、俺がお前を守れることわかってるっていうことを、やっぱり示したいんですよね。もちろん、単純にね、えー、自分自身の自尊心を満たしたい。 といいうううためだけにに、まあ、そういう自慢をするることも中にはあるんでしょうけどでもなんとなくわかるじゃないですか。あ、この人は私に褒めてほしいんだ。あ、この人はなんかね、私に対して何か自分の存在をアピールしたいんだっていうのも、これもあなたもやってればわかりますよね。彼との関わってればね。だからそういうふうにやっぱり示してくるというか、まあ、子供がね、お母さん私褒めてあ、僕褒めてみたいなね、えー、いうような時ってあったりするじゃないですか。あもやっぱりお母さんに認められたい、褒められたいっていうね。自、えー、自分自身がこう成長しててるんだよ大人になっ,て言ってる といいうことをお母さんに認めてもらいたいまあ感覚的にはねそれとちょっとこう似ているようなところもあるんだけども、えー、あなたに対して、えーまあ、自分の力を誇示しつつ、えー、俺はねお前のことを大事にすることができるし、えーおえー、俺をねちゃんとこう認めてくれよ、えーね、俺を好きだとお前も思ってくれ。 というような態度の表れであったりするので、まあ、ちょいちょいこう自慢をするような男の人、まあ、それも度が過ぎてね、空気読めなくて、単に自分の話ばっかりするような人だったら、それはそれでまたちょっと別の話ということで考えていかなきゃいけないんだけど、まあ、やりたいの中でね、まあ、あなたは見て、あ、まあ、ちょっと可愛いねっていう、<laughs> まあまあ、そういうことで自慢したいんだあ、この人、へえ、っていうふうに思えるぐらいの自慢であればね、まあ、それはあなたに対する行為、あなたを大切にしたいんだというふうの、あなたを大切にしたいと思う 思いの表れだというふうに思っていただいてもいいのではないでしょうか。さあ、そして3番目に行きましょう。3番目はこちらですね。はい。もう最後の最後はね、あなたを立ててくれる。最後の最後は、やっぱり、ね、あなたのことを守ってくれるというかね、あなたのことを優先してくれるということですね。まあ、最後の最後。 まあ、あなたとね、彼との関係で、まあ何か話がもつれることあると思います。気に入らないことはね、あると思います。まあ、喧嘩することもあるでしょう。でも、それでも最後の最後はちゃんち、えー、ちゃんとあなたのことを、えー、立ててくれるというかね、やっぱりあなたの望みを叶えてくれるために力を尽くしてくれることってあったりするじゃないですか。えー、今日私焼肉食べたいな。いや、俺は寿司は食いたいんだ。いや、焼肉がいいっつってんじゃないの。いや、寿司。俺は絶対に寿司だみたいなね。 え、ことで、まあ、トラブルと。えー、まあ、そこでね、どっかで折れて、まあ、かった、君が焼肉食いって言ったら焼肉行くよ、だったらもういいし、まあ、仮にその場は決裂してもね、後になってから、ね、えー、ごめんね、この間、ちょっとね、焼肉一緒に行けなくてっていうことでフォローしてね、えー、じゃあね、えー、高級焼肉店でも行こうか、みたいなことに、え、連れてってくれるようなこともあったりするでしょ そこまで極端な例はあんまりないかもしれないけどでもね、まあ、些細なことでこうトラブルがあったりとかなんかね、いつも私の言うこと全然聞いてくれないとか、えー、言いながらも最後の最後、必ずやっぱり折れてくれてあなたの望みを叶えてくれるというか一、まあ、回ね、決裂することがあったとしてもちゃんと最後の最後はフォローをして、ねえー、あなたの気持ちを、えーまあ、組んでくれてそしてあなたを立ててくれるような人っているじゃないですか。 まあ男と女ってね、やっぱりこう肉体的な問題としては必ずやっぱり圧倒的に男性が強く。そしてまあ女性の方が弱い。そして女性はね、やっぱり妊娠出産育児というね、最大のイベント事とがあるので、まあその時はやっぱり誰かに守ってもらわなければいけない。まあそういう意味でね、やっぱり女性の場合は一人で生きていくことはなかなか現実的には難しいことが多い。えー 生き物としてね、えー、その時にやっぱり守れるのは誰かさらやっぱり男なんですよね。だから男もやっぱり女性を守るためにやっぱり生きていることが圧倒的に多いわけだから、比率としてはね、生命の比率としては、えー、本能の比率としてはそういう傾向があるわけで。えー、その時にね、やっぱりこう自分をこう多少ね、曲げてもやっぱりこの人のために、えーまあ、尽くしていきたいな、この人を守っていきたいなというふうに思うことはある。だからこそね、やっぱ最後の最後であなたを守ってくれる人っていうのは、えー、ね、 まああなたのこと好きよと。途中ね、いろいろ面倒くさいことあると思いますよ。だったら最初からやれよとかね。だったら最初から私の言うこと聞きなさいよっていうふうにね。面倒くせえな、このおっさんは、なんてね、えー。思うこともあるでしょ。でも最後の最後、ちゃんと、ええー、まあ、折れてね。えー、折れてというかあなたもね、ちゃんと立ててくれるんだったら、まあそれはそれでいいんじゃないの。あなたのこと大事に思ってるから、そうしてくれるわけでね。えー、そんなことを、ちゃんとね、えー、あなたも、 組んであげていただくと、まあ、組んであげるとお互いの関係ってねもっともっと良くなっていくんでそんな気持ちもね分かってあげてほしいなと思いますさあそして4番目ですねえー、とまあこれはもう言葉に示さなくても態度として表れているので、えー、よく分かってると思います あなたの前から去らないということですね。えー、去らないというのは、まあ今目の前からいなくならないっていうことだけじゃなくて、やっぱりこう、二人がね、まあお付き合いをしているとか、交際をしているとか、まあ結婚しているとか、まあ成立している関係をね、やっぱり彼は一方的に立、立ちたいというわけでもなく、まあ実際に立つための行動を起こしているわけでもなく、えー、その関係をね、維持している以上は、彼はあなたのことを好きよ。 あなたから離れていかないからね。えー、それはやっぱり信じて疑わないことですよ。あのー、ま、さっきの話にもね、ちょっとあったように、ま、ちょいちょいね、お互い、 人間同士だからね、違う価値観、違う生き方があって、その中でぶつかり合うこともあるでしょうと。そうなった時に、やっぱりあなたがね、えー、自分の思いと違うからとか、まあ、自分のちょっと意見と違うから、ちょっとぶつかってしまったからと思って、まあ、それをわだかまに感じてね、あ、やっぱりこれで私嫌われてるに違いない。えー、彼は他の人とね、やっぱり遊びに行くに違いない。私のことをどんどん嫌いになって他の女と、えー、付き合って、まあ、もう私との関係は終わってるんだ、なんていうふうにね、えー、決めつけるのはちょっと待てと。いやだから、そこにいるんだから。 えね、多少連絡が、えー、遅い、えー、連絡が、ねえー、少ない、えー、多少ね、 お互いいざこざがありましたと。でも彼らは去ってないわけでしょあなたの前にいるわけでしょえー、だったらそれでいいじゃないえー、お互いね、やっぱり関係を、やっぱり立つときは立つっていうふうに男の人は言うし、で、明らかに、いやいや,いや、お前は絶対悪いことしてるよね。私の前から去ろうとしてるよねっていうのは、明らかに客観的な事実として、ね、もう見たらはっきりわかるわけだから、そうじゃない以上は、やっぱりね、関係が成立している以上はその関係を、 ちゃんとね、信じて、やっぱりあなたも彼をね、信じてあげていいと思うんです。だ、ね、彼も別に嫌だったら嫌だね。ちゃんとそういうことを態度で示して、ちゃんとどっかで行くんだよね。で、それこそ、なんか、ね、あなたに言葉も示さず、態度も示さずね、勝手にドローンしてバックれるような男だったら、まあ、どっかいなくなってくれてよかったねって話だからね、ね、えー、そんなやつはね、ちょっと聞いて,てよかったんです。逆に言うと、ちゃんとね、えー、あなたと今お付き合いをしていて、えー、あなたとの関係が成立していてね、その関係を維持しようとしてくれているんだったら、まあ、それはそれで信じて、 でねえー、そこに委ねて、あとは手放してね、えー、一緒にいるというふうに考えていただいていいんじゃないですか。だか男の人も嫌だったら嫌だって言うからね。で、<laughs> そこそこね、いい大人なんで、お互いに、えっ、ー、と、ダメになる時は、ちゃんとダメになるようなことが分かるから、そうじゃない限りは、えー、彼がいるということをね、えー、信じて、彼がそこにいるっていうことは、あなたのことを好きで、大事に思ってるから、一緒にいるんでね、えー、そこは信じてあげていただいていいと思います。 ということで、えー、まあ、4つね、ご紹介をさせていただきました。まあ、この、それぞれね、まあ、あなたがね、こう、彼と関係がうまくいってる時っていうのは、割とね、揺らがずに、まあ、こういうことに対してね、えー、不安や心配を感じていなかったんでしょうけど、まあ、多少ね、こう、いざこざがあったりとか、多少こう、連絡がね、お互いの、 間で少なくなってくると色々妄想が膨らんでいってね、えー、あひょっとしてダメなんかもしれないとかね、えー、ああでもないこうでもないっていう風に思ってしまうことあるかもしれないけどまあ、そういう時にねちゃんとこの4つ、えー、改めてどうなのかなっていう風に見返してみてもらうとあなんだ意外にこの人私のこと好きじゃんかと。 私もと、あ、大切にしてくれてるんだ。あ、私大切にされてるよねっていうことを、まあ実感していただくことがね、えー、できると思うんです。えー、まあ最後の最後はね、いつも申し上げるように、あの、男と女、人と人は分かんないから、まあ今あなたのことをね、死ぬほど好きだって言ってくれてる彼がね、来年になったらどっか行っちゃうかもしれないし、それ逆にね、あなたもね、えー、 この人本当に私のこと好きでいてくれてるのかなって心配に思いながら、ねえーまあ、2、3ヶ月後にはね、ああ、いたいたそんなやつということで、違う男と遊んでる可能性だってあったりするんでね、えー、それはどうなるかわかんないですよ。でも、今ね、少なからず一緒にいて、えー、お互いがね、えーまあ、お付き合いしましょうとか、一緒にいましょうという関係が成立してるんだったら、まあ、その関係はね、えー、一回やっぱり大事に守っていくというか、まあ、一緒にい,らしいる時間がね、お互い実りあるものにしていきたいわけだから、まあ、不安や心配でね、心ざわつかせながら、えーね どちらかというと、こうね、ネガティブな感情になってしまうような関係であれば、まあ、本末転倒というかね、なんか幸せになるために一緒にいると思ったら苦しくなってるだけみたいなね、よくわかんないことになっちゃうんでね。えー 改めてね、こういうことを見直していただいて、えー、彼がね、あなたのことを好きで言ってくれてる、そんなことを実感できるんだったら、あとは、ま、信じてね、委ねて手放すと、え、いうふうに考えていただくと、彼との関係ね、ますます、えー、良くなっていくと。まあ、もちろん彼っていうことだけじゃなくてね、まあ、これをご覧になっていただいている男性は、まあ、女性に対してもね、えー、まあ、同じようにね、男性はやっぱり信じるということが必要なんで、お互い人と人、最後の最後はね、まあ、信じるか。 信じないかというね、この二者択一の選択しかないのかなと思うので、えー、またね、今日お話、ね、えー、差し上げたお話、お役立ていただけるようであるならば、お役立ていただければ幸いです。ということで、現場からは以上です。